コメット打ちまくれてよかった。ブラスター、うわすごい音、怖っ。そうでもねえな、ブラスターってすごい強い技のイメージありますけど。何やったんよ。違う、黒マントのやつがやられよったからおったんよね。何やったんよ。あ、来た、登り切ったぞ。うわ、オーロラや。降りんのめっちゃ嫌、すげえ怖い。何これ。え、何これ、魔鋼が噴出してんのかな。これカルデラみたいな。わあすごい。何これ、降りるんや、大丈夫。大昔にできたクレーターか。かつて空から何かが落ちてきてここにぶつかった。星に傷ができたんだ。星のエネルギーがここに集まっているんだね。大昔にできた傷を長い時間かけて治しているんだ。セフィロスはあの大切なエネルギーを奪ってメテオを使おうとしている。今度はこの程度の傷では済まない。よう喜べるな、この状況でお前らは。ヴィンセントが死んでるんですよ。セフィロスの元へ。よう登ってきたなお前ら。ティファついてきてたん、マジか。お前薄着で、お前、私も連れて行ってセフィロスと決着をつけるんでしょ。その一言も言ってへん、そんなこと一言も言ってない。私もセフィロスのせいでいろいろなくしたんだからダメって言わないでね。仕方ない、オッケー。ティファは固定か、オッケー。お前ここで待ってるの、油断するなよ。セフィロスは近くにいるのかもしれない。お前ここで待つねん、悪いな。なんかごめんな、変なとこで待たせて申し訳ない。なんかあんなとこで待たせて申し訳ないですね。強いので言っとこうか。回復重視でティファーは行ってもらおうかな。じゃあ整頓クイック、じゃあちょっとヴィンセントの時間と回復、そして消滅バリアを外してでいいか。ちょっと待って、ごめん。この全体化じゃなくて、こっちの全体化の方が多分強い。まあいいか、全体化、全部全体化しとくか。時間、回復、バリア。よし、補助。補助メインでお願いしますね。じゃあおった、お前ら
よう登ってきたな、お前。あー、どこ行くの？死んだ。なんでなん？バームート貝のマテリアで、え？バームート貝？マジか。使いてえ。使いてえ。バームート貝。よし。うわ、すごい、魔鋼が。魔鋼がすごい。噴出してますわ。ここはちょっと使っとこう。セフィロスとの戦いになるってことなんかな。竜巻の迷宮やって。ボス戦は間違いないよな。あれは、おったか。見つけたか。引く手？すごい近代的やね、これ。ついに見つけたな。キャハハハハ。キャハハ。さすがスカーレットはやっぱりスカーレットのドレス着てるんですね。はあ、はあ、ほんとすっごいわね。すっごいわねって、まさにプレジデントがもう探し求めた約束の地。あ、ここやと思ってんねや、約束の地っていうのが。だから手に入れるのは私だ。勘違いしてんねや。悪いな親父。クックック、あの場所は誰のものにもならん。リユニオンの終着点、みんな集まれか。だからみんな集まってきてるんや。セフィロス、会えるのかな。何が起こんのこれ。大丈夫？いけてんやん。大丈夫？気流が収まるタイミングを見て渡らないと弾き飛ばされちゃうわ。はい。丁寧なご説明ありがとうございます。うわー。セフィロス、あざす、あざす。いやおー、うわ、めっちゃ来てる。すげー、富士山の9合目ぐらいの感じ。すげー。あー、落ちていく。高山病や。あー、落ちていく。なんで落ちるん。大丈夫？おい、エーテル落とせや。さっきの2人はエーテルとか落としよったぞ。何あれ、タバコや。タバコです。ののしる。マジか。マジか。何語やねんこれ。ほんで何語でののしってんねん。日本語で言わんと。日本語で OK。 タバコですよこれ。すごい攻撃、すごい攻撃ですね。銘柄は何なんでしょう。ラークですね。カイザーナックル、いいね。ここで武器買ってなかった。どうせお前買ってないんやろと言わんばかりのカイザーナックル支給ありがとうございます。お前買ってなかったやろと言わんばかりのね、本当にありがとうございます。じゃあミヤブルとかをつけて、もう入れるものがないです。すごいな、すごい。でも背景、ああ、めちゃ並んでいってはるわ。すごい。戦闘のやつがホラガイも鳴らしよるんでしょ、あれ。トリ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 。待ってー、待ってー。ラーク、ラーク。なんか出てるな、煙出てるな。ここから火出しとんの。火弾。
初だらし。まあまあ聞くな、まあまあ聞く。よう見たらスカートなんですかね、パンツなんですかね、めっちゃ短いっすね。エロ女め、悲しい、悲しくなってる。ちょっと待って、興奮しろ。またか、落ち着くまで待つってことか。落ち着くプラスあのモヤモヤに当たるなよってことかな。ギリギリまで行こうか。ある程度落ち着いて、こういうことか。おった。お前たちはもう終わりだ。なんでなん、なんでなん。セフィロース。てめえ、ここまでだ。そう、ここまでだ。この体の役目はな。どういうこと？うわ、消えた。消えた？近くにいるかもしれない。そこにあるかもしれない。番長。我らの役目はクロマテリアを主人のもとへ運ぶこと。我ら？さっき何か感じるよ。何のこと？セフィロスはセーブポイント。ジェノバ細胞を持つ者たち、ジェノバ細胞を持つ者たち。主人はセフィロスじゃないの？もちろんセフィロス、セフィロスなんや。クックック、うわ、ここにいたんや。うわぁ、え、1対1かよ。来た曲、1対1じゃない。起きた、すぐ起きた。寝てる、寝てたのに。あんなにかっこいいな。え、ティファ魔法、ごめんごめん、ちょっと待って待って、もう魔法魔法、何してんのお前。やまびこ煙幕でいいんですよね。赤い光、ちょ、ちゃんと見破るやったのに、ちゃんと見てなかったやんか。もうティファやばいな、体力少ない。カチンカチンじゃねえよ。何回やんねんこれ。もう一回見破っていいですか。見てなかったんで。熱風、上にだいぶシャンクしたな。熱風レベル55、25000、だいぶ熱風上にシャンクしましたけどね。25000なら大したことはない、いける。リセネットいて、どうした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 、何何、沈黙、はいはいはい、沈黙結構やってきよんねんな。ぶん殴っていこう、ぶん殴っていこう、ぶん殴っていく。オッケー、いやおー、ナイス。バハムート回行こうかな、バハムート回、バハムート回オン。
まあ大丈夫。ギガフレア。きた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 。わわわわわわ、すげえ。一回もう違うとこ連れていくねやわ。うーわこれ。いかつー。もう貝とかいう問題じゃない、別もんやん。おーわー聞いた幻。次から次と投入していこう。クライムハザード。どうせ赤い光やろお前は。どうせお前みたいなもん赤い光やろ。カウンター行きまくっとるね。クラウド、クラウンド、カウンター連打です。やっちゃいなさい。 C、 下から切り裂く。行け、本家は俺だ。本家は私だ。こいつもかっこいいですけどね。なんか余計なものがこうそぎ落とされてて、貝の方はもうごちゃ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 カスタムパーツがすごいついてたから、ナイスー。よーし、 OK、やるやないか。リフレクトリング、リフレクがかかってるやつ。ジェノバ細胞なんか浮いてるよ。なるほどな、そういうわけか。ジェノバリユニオンするか。セフィロスじゃない、セフィロスじゃない。今まで私たちが追ってきたのはセフィロスじゃなかったの。違うのか。説明は後だ。今はセフィロスを倒すことだけを考えるんだ。はい。でもセフィロスは、セフィロスはいる。本当のセフィロスはこの奥にいるんだ。どうしようもなく邪悪で、どうしようもなく残忍。しかし途方もなく強い意志を、この星の傷の奥底から放っている。クロマテリアゲットした。クロマテリアは俺たちの手に戻った。あとはセフィロスを倒せば全てを終わらせることができるんだ。大丈夫？クラウド。また渡してまうんじゃん。クロマテリアはこの先持っていかない方がいいわ。誰かに預けたらどう？誰かに預けたらどう？え、誰かに預けたらどう？聞いてる？あ、動ける。全然聞いてへんから、自分。大丈夫かな、思って。セーブポイントは多分先にあるから、誰に預けよう。じゃあ、バレット。バレット。おっと、責任重大だぜ。誰にも渡さないでくれ。頼んだぞ。セフィロスはいつ現れるかわからない。気を抜くんじゃないぞ。はい。渡してきた。セフィロスを追いかけましょう。はい。俺たちは先に行く。みんなは待機していてくれ。バレット、パンツの中に、クロマテリア入れといてくれ。クロマテリアは俺に任せとけ。何があってもここでずっとしてるからよ。オッケー。ブリーフの中に入れといてくれ。お前のクロマテリアの横に入れといてくれ。クロマテリア ×2 に ×3 になるけど、ちょっと申し訳ない。それはなにこれ。ホワイトウィンド、あー、あれ欲しいな。ホワイトウィンド操らなあかんだよね。MP ターボのマテリア、 MP ターボとはまた分からんようなもの。
またわからんようなもの。MP ターボ。MP を余分に使い、組にした MP を使う技をパワーアップ。ほー。なーる。ということは、なーる。じゃあ、例えば隕石のところ MP ターボで、これで、多分、強いんですね。MP を余分に使うから、使う代わりに威力がめっちゃ上がるってことや。ほー、どれぐらい余分に使うんやろう。倍ぐらい使って倍の威力とかやったら、まあ美味しいですけどね。かなり美味しいですけど。バハムーとカイと組み合わせたい気持ちもあるが、乱発できるということでちょっとコメントにしましょうか。ポイズンリング。毒にならない以外何がある？毒属性の攻撃を吸収し、毒状態を防ぐか。強いなぁ。まあ、毒に対してだったら、ただ初見ではわからないんでね。うわ、ビリッビリになってるわ。ビリッビリも危ないってことや。よいしょ。OK。音。不穏な、もう、ものすごい不穏な BGM。うわ、何これ、どうしたの？落ち着くんだ、ティファ。セフィロスが近くにいるんだ。何が起こっても不思議じゃない。バカな。どういうこと？ニブルヘイムやん。でもどうして？夢？幻？何これ？クラウド分かってんのかな？これはセフィロスが作り出した幻覚さ。俺たちを混乱させようとしているんだ。大丈夫。幻覚だと分かっていれば何も怖くはない。さあ、このまま通り抜けよう。え？ということは、どっちが幻覚やねん。ニブルヘイム行ったとき、誰もクラウドとかのこと知らんかった。あれが全部幻覚やったってことか。そもそも、そもそも幻覚やったってことか。え？さあ行こうか。これやん。クラウド連れてきてる時じゃないの？これ。誰？クラウドがいない。剣は一緒やな。誰だろう、この男。忍者みたい。やめて、セフィロス。くだらない。めっちゃ笑ってる。え？え？この幻はずっと続くの、どうやって抜け出すの？ティファはなんか分かってる感じ？ティファはなんか分かってる感じやな。クラウド、これは幻覚なんだから。気にしちゃダメなんだから。今度はなんだ？もうやめて、ティファは分かってる。ひどい、セフィロスがやったの？これや。これは5年前、現実にあった風景だ。けれども、きっとあの神羅屋敷から出てくるのは俺じゃない。またくだらない幻覚を見せようって気なんだ。あいつや。ほら、言った通りだろ。でも、剣が一緒やんな。残眼は、本物や。お、あんたか。あんたは正気なんだろうな。それならこっちに来て手伝ってくれ。行動も一緒。こんなの見たくない。クラウド見ちゃダメよ。なぜティファはこんなに拒否ってる？何を知ってんねん。俺はこの家を見てくる。あんたはそっちの家を。どうしたんだ、ティファ。さっきも言っただろ。幻だと分かっていれば何も怖くない。やばい、これやばい。大丈夫か。あ、幻想の中だった。何を見るねん。セフィロス、聞こえてるんだろ。お前が言いたいことは分かった。5年前、ニブルヘイム、そこに俺はいなかった。お前が言いたいのはそういうことなんだろ。理解してもらえたようだな。記憶だけを改ざんされてるような状態。お前が言いたいことはな、俺を混乱させたいんだろう。しかし、こんなものを見せられても俺は何とも思わない。なぜなら俺は覚えている。この炎の熱さを。体の心の痛みを。人形って言っとったもんな。
クラウドのことをセフィロスは。ほら、お前は人形、心など持たない、痛みなど感じない。そんなお前の記憶にどれほどの意味がある？私が見せた世界が真実の過去、幻想を作り出したのは、お前だ。え？え？理解できたかな？理解する気なんかない。が一つ聞きたい。なぜこんなことをする？お前には本来の自分を取り戻してもらいたいのだ。そしていつしかそうしたように、クロマテリアを私に出た。それにしても失敗作だと思われたお前が一番役に立つとは。失敗作だと思われた。北条が知ったら悔しがるだろうな。北条が作り出した失敗作。北条、俺と何の関係がある？お前は、そう5年前だ。ニブルヘイムが炎に包まれたその後に、北条の手で作り出されたのだ。ジェノバ細胞の恐る、驚くべき生命力、能力と、魔王の力が作り出した人形。セフィロス、コピーインコンプリート、ナンバリングなし。それがお前の真実。セフィロスコピー。しかも不完全な。セフィロスのコピー。相手しちゃダメよ。耳を塞ぐの、目を閉じるの。どうしたんだ、ティファ。俺は全然気にしてない。というか途中から聞いていなかった。北条に作り出された？そんなの嘘に決まってるわ。だって私たちにはあの思い出があるじゃない？子供の頃星が綺麗な夜、それすらもってことやろ、ティファよ。その言葉とは裏腹にお前は何を怯えている？そうやね。知ってるよな、ふむ。うわ、怖い。お前の心をここに映し出してみようか？めっちゃ怖い。何これ？クックック、都合が悪いそうだ。セフィロスが正しいねんや。セフィロスが正しいねんやわ。おい。おい。何をそんなに恐れているんだ。俺のことなら大丈夫。俺はどんなに混乱していてもセフィロスの言葉なんて信じない。確かに俺は自分自身が分からなくなることがある。記憶だってあやふやな部分がたくさんあるんだ。でもティファ言ってくれただろ、クラウド久しぶりねって。ティファのその言葉がいつでも俺を支えてくれる。俺はティファの幼馴染なんだ。俺はニブルヘイムのクラウドなんだ。どんなに自分が分からなくなってもそれだけは真実じゃないんやろ。多分ないんやろ。だからディファ、そんなに怯えないでくれ。誰のどんな言葉よりもディファのその態度に俺はやばい。違うの、クラウド。そやねん、そやねん。何が違うんだ。俺はティファの幼馴染のクラウドじゃないのか。そういう意味じゃない。でもうまく言葉にできない。クラウド、ほんの少しでいいの。時間をちょうだい。クラウド、ティファを責めるな。私が説明してやろう。やばい。やばい。他人の記憶に合わせて自分の姿、声、言動を変化させるのはジェノバの能力だ。お前の中のジェノバが、ティファの記憶に合わせてお前を作り出した。ティファの記憶に登場する少年たち。その中にはクラウドという名の少年がいたのかもしれないな。クラウド、今は何も考えないでお願い。あのちっちゃい子、いやね、考えろクラウド。クラウド？クックック、これは失礼。お前には名前などなかったな。黙れセフィロス。まだわからないのか。ならば、
覚えてる。村からニブルさんへ出発するとき写真を撮ったのを覚えてるか。覚えてる。お父さんとかと撮ったやつ。ティファ覚えているな。クラウドは知るはずもないか。さて、写真はどうしたかな。あの左の人大丈夫かな。あ、やっと触ってもらえる。これか。見るか。なかなかよく撮れている。ダメ。俺は映っているはずだ。もし映っていなくても心配ない。ここはセフィロスが作り出した幻想の世界。信じる必要もないしね。別人、あいつや。これがどうしてん？やっぱりな、さっきのやつが写ってるもん。この写真は偽物なんだ。真実は俺の記憶の中にある。5年前、俺はニブルヘイムに帰った。マクオロ調査が任務だった。16歳だった。村は全然変わっていなかった。俺は何をした？そうだ。母さんに会った。村の人たちに会った。そう、ティファの部屋に入ったんだ。そこで俺は、ピアノを弾いた。タンスを調べた。調べた。パンツみたいなのも取った。一泊してからニブルさんのマコーロへ行った。俺は張り切っていた。なぜならその任務はソルジャークラスファーストになって初めての仕事で。そうやね。ソルジャークラスファースト。ソルジャー？え？俺はいつソルジャーになったんだ？なんで覚えてへんねん。ソルジャーってどうやってなるんだ？確かに触れられてないな、そこ。なぜ思い出せない？やばい！なってへんねやん。ソルジャークラスファーストはあいつなんやん。そうか。悩むことはなかったな。なぜなら俺は。クラウド？行こう、ティファ。俺は大丈夫だ。え？ここは？すごーい。なんやここ。またわけわからんとこ来たな。これ全部マテリアだわ。外は豊富な魔鉱、そして中心部はマテリアの宝庫。これぞまさに約束の地だな。約束の地など存在しない。伝説、言い伝え、バカバカしい。約束の地を、まあルーファウスはちょっと勘違いしてる感じなのかな。想像していた通りのものがここにある。それで良いではないか。その硬さが二流科学者の限界だな。どうした？壁の中よ。何か入ってる。動いてる。うわ、何？ギロッときた。ウェポン。あれがウェポン？本当にいたのか。信じてはいなかった。なんだというのだ。ウェポン。星が生み出すモンスター。星の危機に現れて全てを無にする。ガスト博士のレポートにはそう記されていたな。そんなレポートは見たことがない。どこにある？ここだ、ここ。頭の中。ギロッと、またギロッと来た。ギロッと来た。スロットモンスターハンター月下雷鳴を思い出すな。あの目は。君は隠し事が多いな。クラウドたち大丈夫なのかよ。しかしなんだよな、このちっぽけなクローマテリアが星を滅ぼすなんてよ。あれ？あかん。なんだ？あかん。おめえら今のなんだよ。あれ？おい、大丈夫？みんな。ここどこなんだよ。どこ行っちまったんだよ。やべえ。おい、このティファ本物か？よかった、バレットここにいたのね。ティファ。なんか様子が変なんだよ。真っ暗になっちまって、みんないなくなっちまった。ねえ、みんなが待ってるの。クラウドが大変なの。お願い来て。私たちを助けて。あっちなの。おう。なんだかわからねえが、とにかく行けばいいんだな。え、大丈夫？罠っぽくない？このティファおかしくない？ふ。クロマテリア。ほら、
幻覚というかコスプレというか忘れるなよ。やばこいつもう何でもありやん。バレットがいない、まずくないですか、まずくないですかこれ。社長なんだか嫌な予感がするわ。ふむ、一度飛空艇にも帰ろうか。本格的な調査の準備も必要だしな。あれ、なんで、ちょっとどこから来たのよ。さあここはあんたたちの手には負えない。あとは俺に任せてさっさと出ていけ。何を言ってる、お前に任せる、よくわからないな。はあみたいな。ここはリユニオンの最終地点、すべてが終わりまた始まる場所。おいどうしてんクラウド、おいクラウド。あ、バレットも来た。おう助けに来てやったぞ。呼んでないねんな、呼んでないねん、呼んでないのよ。仕組まれてる。ありがとうバレット。クロマテリアは大丈夫、大丈夫だ、ちゃんと持ってるぜ。クラウド、ここからは俺がやる。クロマテリアを俺に。大丈夫か、私の声聞こえないの、やばい。じゃあこれすげえプレッシャーだったぜ。ダメよクラウドを止めて。ありがとう、あとは俺がやります。おかしなってる。さあクロマテリアを。待ってください、もう少しだけ。何？何？誰が喋ってんのこれ。みんな今までありがとう、それにごめんなさい、ごめんなさい、すいません。どうしてんおい、特にティファさん本当にごめんなさい。いろいろよくしてくれたのに、なんて言ったらいいのか。俺クラウドにはなりきれませんでした。ティファさん、いつかどこかで本当のクラウド君に会えるといいですね。やっばー、クックック、素晴らしい、私の実験がパーフェクトに成功したわけだな。マジかよ。ん、お前ナンバーはいくつだ、入れ墨はどこだ。ナンバーはありません、宝条博士、俺ナンバーありません、俺失敗作だから博士がナンバーをくれませんでした。なんということだ、失敗作だけがここまでたどり着いたというのか。博士ナンバーください、俺にもナンバーをください。黙れ失敗作め。がっくり、うわ、あいつは何者だ。5年前、セフィロスが死んだ直後に私が作ったセフィロスコピーの一つ、ジェノバ細胞と魔法、それに加えて私の知識技術ひらめきが生み出した科学と神秘の生命、セフィロスコピー。失敗作だというのが気に入らないが、ジェノバのリユニオンで仮説は証明された。ジェノバは体をバラバラにされてもやがて一つの場所に集結し再生する、これがジェノバのリユニオンだ。ほう、リユニオンの始まりを私は待った。5年が過ぎ、コピーたちは動き出した。なるほど、一斉に動き出したんや。ミッドガルに保管していたジェノバのところにコピーたちは集まってくるはず。なるほど、なるほど。しかし私のこの予想は外れた。そればかりか、シンラビルのジェノバも移動を始めた。動き出したね。ここに向かってってことか。私は天才だ、すぐに分かった、セフィロスの仕業だ。セフィロスの意志はライフストリームで拡散することなく、セフィロス自身としてコピーを操り始めたのだ。そうです、それが始まりでした。コピーたちはどこへ行くのだろう、私には分からなかった。
俺自身にも分かりませんでした。ただ分かっていたのは、目的地にはセフィロスがいるはずということだ。俺、セフィロスを追っていたんじゃなかったんです。おびき出されてたん、呼ばれてたん、ずーっと呼ばれてここにたどり着いたん。セフィロスへの怒りと憎しみ、それは俺がセフィロスのことを忘れないようにと、セフィロスがくれた贈り物。セフィロス？セフィロス、俺来ました。クロマテリア持ってきました。姿を見せてください。どこにいるのですか？すぐ近くにいるんじゃない？ああ、セフィロス、やっと会えましたね。え？どこ行くの？この卵みたいな中におったんか。マテリアの塊の中に。うわ、おった。見たか、セフィロスだぞ。やはりここにいたのだ、本体。素晴らしい。ジェノバのリユニオンとセフィロスの意志の力、ライフストリームに拡散することなくここに集結したのだ。クワクワクワ。北条博士、何がそんなに嬉しいの？どういうことか分かってるの？クラウドはクロマテリアを持っているのよ。セフィロスはメテオを呼んでしまうのよ。みんな死んじゃうのよ。もう何を言っても遅い。そろそろここから出た方が良さそうだ。もう北条狂ってるやん。君たちも一緒に来てもらおうか。いろいろと話が聞きたい。クラウドはどうなんの？おい、クラウド、やめろ、やめてくれ。クラウド、制御できひん感じになっとる。どうすんねん、どうなんねん。うわー、渡した。ほぼ青マテリアやけど。わわ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 わ、目開いてる。いや、これウェポンも発動するんじゃないの？でも星の危機やで。すぐ近くにウェポンがあるんやからさ、動くんじゃないの？わわ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 、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ。っていうか、クラウドごと、ほら、出た出た出た、ほら、ウェポンが動き出した。ちょっと待って、なんやこれ、むちゃくちゃでかい。うーわ、バハムートや、バハムートみたい。機械感すごいな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、何しようとしてんの？やばいやばいやばい、危ない危ない、落ちる落ちる落ちる。ほら、勝ち合うんやわ。うーわ、すげえ話。主人公が、星が泣いてる。クラウド、クラウド、
行くな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 。ああ、行ってしまった。どうしたらいいかわからなかった。いつだってそうだった。どうしたね。かわいそうに。おかしなってる。大丈夫ですか？この時点でもう、ティファ？ここで記憶をなんかコピーしたみたいなことなのか？この瞬間。クラウド、ほら。その通り、俺はクラウドだ。この瞬間、ここでコピーしたのか。妄想の中の、ティファのクラウドを。こんなところで会えるなんて。ああ、久しぶりだな。でもどうしたの？具合悪そうだったけど。そうか。いや、そんなことはない。普通だ。ほら。見てないときビリビリになってるやん。何年ぶりかな。ビリビリ、ほら。5年ぶりだ。犬がめちゃくちゃ吠えてるもん。犬は気づいてんねやん。なるほど。犬がめちゃくちゃ吠えてる。全然知らんやつなんですよ。犬からしたら。異質な存在なんやわ。本当に久しぶりね。本当は7年ぶりだった。希望通りにソルジャーになったこと、セフィロスの事件をきっかけに辞めてしまったこと、何でも屋をやっていること、ニブルヘイムを出てからのこといろいろ話してくれたけど、でもちょっと変だな。クラウドの話してること少しずつ変だなと思ったの。知ってるはずのこと知らなかったり、知らないはずのこと知ってたり、私はいろいろ確かめたかった。でも聞いたらクラウドどこか遠くへ行ってしまいそうで、それは嫌だった。完璧にコピーできたわけじゃないねや。どうしたらいいかわからなかった。時間が必要だって思ったの。だからティファは気使って合わせてたんや。だからクラウドにアバランチの仕事を紹介した。そばにいてよく見ていたかったの。だからティファは気づいてたんや。違和感に。星が泣いてるよ。真っ白、何も見えない。かっこいいですね、この BGM。 眩しいって言ってるのかな。あ？眩しいね。しばらくの辛抱だ。ずっと眠ってたからな。夢見てたんやね。お腹空いたね。なあ、どうして聞かないんだ。これは飛空艇の中なんやろね、多分。このハイテクな感じは。あいつのことをよ。怖いから。それなら安心してくれ。俺もクラウドがどうなったのかわからねえ。安心してくれってことはないか。他の奴らもよ、無事かどうかさえわからねえんだ。きっと生きているよね。生きてるよ。私どれくらい眠ってた？あれから7日、7日も経ってるはずだぜ。1週間眠ってた、セフィロスは。まだ復活はしていねえみたいだな。あの大きな光は覚えているか？北の大空洞の。あの後クレーターは光の大きなバリアで包まれちまった。セフィロスはバリアに守られながら、あの大穴で眠ってやがるって話だ。俺たちには手も足も出せねえ。ただ目覚めの時を待つってだけさ。しかもよ、ウェポンとかいう巨大モンスターが暴れてやがる。暴れてる？
クレーターの底でセフィロスの周りにいた化け物を覚えてるか。あれが地上に出てきたんだ。古代に生きていた伝説の巨獣だって話だぜ。ウェポンはセフィロスを守っているの？わからねえ。でもとにかくそいつらが現れて世界を襲い始めた。なんで？ルーハウスはそいつと戦ってるのさ。気に食わねえが大したやつだよ。マジか。本当は俺たちが倒してえところだが時間がねえ。時間。そう、メテオは？ルーハウス戦ってんねや。ポチ。え？やばい。あれメテオなんじゃないの？飛空艇じゃないわ、ここ。あ、この基地や。おい、あれなんやねん。諦めなくちゃならないのかな。さあな。お前を助けるために、クラウドが現れると思っていたが、北条博士もクラウドを調べたがっていてな。クラウドはどこにいんねん。どうするつもり？セフィロスの分身か。メテオを呼んでしまった今となってはお払い箱のようだな。というわけでお前たちにももう用はない。いや、大切な仕事が残っているかな。社長、処刑の準備が整いました。おい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 、お前たちはこの事態を引き起こした者として処刑される。ちょっと待てよ、この野郎。チラッとでも褒めたのは取り消すぜ。ま、最後のひとときを楽しむがいい。同じ体型やねんから許してくれよ、ハイデッカー。腕を縛らせてもらおうか。なんでそうなんの？別に協力するがな。おい。おい。のいてよ。のいてて、もう絶対いけへん。あ、セーブポイントある。セーブはできんねや。セーブするとき手取れてる。なんでなん。自由や。これちょっと待って、マテリアとか。これはだいぶ戦力ダウンよ。これめちゃめちゃ戦力ダウンですよ。これどないしまひょ。これとんでもない戦力ダウンになるな。とりあえずヴィンセントとか剥がして、クラウドのマテリアはもうこっちに帰ってきてんのかな。つけないとね、とりあえず。回復と何つけてたっけ、何つけてたっけな、いろいろやぞ。バハムート回とか、バハムート、あ、クラウドのやつも帰ってきてますね。オーディンがあるから、オーディンありますね。まあそんなに気にしなくてもいいんやろうけど。属性じゃないや、ターボで隕石やっとこうか。急に弱くなったからこれちょっとやばいな。まあゲレゲレがどこにいるかちょっとわかんないですけど、ゲレゲレが入れたらまあまた大丈夫になると思いますけどね。とりあえずゲレゲレ待ちですね。 OK、 じゃあ今回ここまでにしたいと思います。はい、次回はじゃあここから。超おもろかった。はい、ではありがとうございました。